じゃあ今からですね、ND フィルター、 ND400 のフィルターを使ってコスモスのブレを取ってみたいと思います。まあ、なかなかでもね、ND400 って使わないんですよね。使う場所がなくって、コスモスって結構揺れるじゃないですか。コスモスの揺れ具合が面白いブレになるんじゃないかなと思って、 ND400 を使ってないので、せっかくなんでここで使ってみたいと思います。使ってブレ具合を見てみます。設定はバルブ撮影でやっていきます。はい、というわけで、鹿児島県は今日がだいたい満開、今日が満開でした。いろいろ撮ってみましたけど、ほとんど多重露光で撮ってみました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルはアマチュアカメラマンバークによる撮影ブログチャンネルです。これからもいろんな撮影にチャレンジします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。